幸せを感じる時間。ねえ、どうまあ、あの、あれないから。練習してないと思う。悪くない。悪くない。靴買うときとかじゃん。そうそうそう。買った靴を履いてるとか。と買い物した後、家に着いたとき。箱から開けるときね。箱から開けて。それを見て。かっこいいなと。かわいいいいね。 かわいいなぁ。それ。使いたいなと思って。なるほどね。それ嬉しい。何十万の靴ってさ、普段履けるいつ履くの一年に二、三回でしょいやそれぐらいでもいいし。<laughs> かっこいいもんね。かっこいいだろ。チャンネル登録をお願いします。